はいどうも、じゅんじゅんです。今日も動画を見ていただきありがとうございます。ということで今日はですね、今月もやっていきます。10月に買ってよかった購入品紹介やっていきたいと思います。このチャンネルでは最新のゲーミングデバイスからレビュー、FPS のね、情報について扱ってるので、興味がある方はぜひチャンネル登録とグッドボタン、Twitter のフォローよろしくお願いいたします。さあ、ということで、毎月恒例なんですけども、まあ、PC デスク周りのアイテムだったり、ゲーミングデバイスのね、買ってよかったものを紹介していく動画になっております。早速、第5位から紹介していきましょう。まず第5位は、こちらですね。最近発売されたモンスターのレモネードティーっていう味のですね、まあ、飲料になるんですけども、味はですね、午後の紅茶とかと比べるとちょい甘さ控えめではあるんですけど、まあ、飲みやすいレモンティーって感じの味をしてます。本当に炭酸もなくですね、味に関してはもうほぼレモンティーですね。モンスターから出たんでね、こう炭酸系かなと思ったんですけど、全然ただのレモンティー。一応ここにこういう効果があるよっていうので、ビタミンとかカルニチンとかね、なんかカフェインもいっぱい入ってるよっていう風に書いてあります。割とこう甘みが控えめの飲みやすいレモンティーだったんで、第5位入れとくかって感じで今回紹介させていただいております。ということでお次第4位ですね。4位はですね、こちら動画で紹介しましたパルサーのパラスピード V2 になります。まあ非常にコスパのいい安価なマウスパッド、ゲーミングマウスパッドにはなるんですけども、まずまあこう2000円台でコーデュラ製のマウスパッドになってて、だいたいねコーデュラ製のマウスパッドって3000円超えから高くてね5000円とか6000円するんですけど、こいつに関してはねもう2000円台半ばで購入できるっていう超鬼コスパのですねスピード系マウスパッドになっております。まあ滑り自体はめちゃめちゃ速いです。アーティザンの試電会とかライデンに並ぶぐらいのね、まあ、かなりの高速なスピード系マウスパッドになってて、まあ、最近流行りのオーバーウォッチ、あとエーペックス、最近今 COD とか出たけど、その辺もね、まあ、割と使いやすい部類のマウスパッドになっております。まあ、止め系のエイムはね、ちょっとやっぱりこうスピード系なんで難しいところではあるんですが、まあ、本当2000円台でそんな試練会に並ぶ並みのスピード系のマウスパッドってほぼほぼ存在しないレベルなので、まあ、かなりこいつはね、珍しいしコスパもいいっていうようなマウスパッドになってます。まあ、コーデュラ製っていうのもあって、水を垂らしてもほぼほぼ吸収されないし、まあ、摩耗にも強い。で、まあ、ある程度のステッチの低さだったり、完成度も割と高めなので、結構このスピード系、もうほんとめちゃめちゃ滑るマウスパッド欲しいですって人からしたら、大当たりなマウスパッドになるんじゃないでしょうか。ということで第4位が、パルサーパラスピード V2 でした。お次。さあ、ということで、お次、第3位ですね。紹介していくのが、こちらです。まあ、このパッドはちょっと関係ないんですけども、こちら、デスクオーガナイザーと呼ばれるものになってまして、お値段がですね、パソコン工房で購入したんですけど、1680円となっております。まあ、こう、見ての通りですね。まあ、デスク上のアイテムとかを、ちょっと黒くて見分けつかないけど、まあ、こういう目薬をここに置いたりとかね。あとは、ここに、例えば、パッド、コントローラーが収容できたり、あと、こういったヘッドホンなんかもね、こういう風にかけることができます。あと、物によってはね、ここにイヤホンつけたりとか、なんかケーブル系を巻きつけたりとか、まあ、いろいろなね、小物類とか、コントローラーとかも、そういったいろんなものが収容できるようなね、デスクオーガナイザーというものになります。まあ、基本的に動画の撮影の時にはね、この辺にこう置いてあるんですけど、まあ、こうパッドが2個置けるんで自分の場合は飾れるっていうのもありますし、まあ、置こうと思えばこうやってねマウスを置くこともできるので、割と収納にも使えるし、展示用というかディスプレイさせるためにも使えるようなものになっております。まあ、値段もねそこまで高くないし、いろんなもの収納できるんで、個人的にはめちゃめちゃ便利だなと思ってずっと使い続けております。 Amazon とかだとこれね3000円近いんですけど、パソコン工房だと送料込みで2000円ぐらいで買えるので、かなりねこういうディスプレイ系のものを探してた方は参考にしてみてください。ということでお次、さあということでお次第2位ですね。2位の商品はですねこちらです。じゃん。こちらはですね、タイヤとかで有名なダンロップからね登場した e スポーツ向けのアームカバーになります。まあ、これを実際にこう手に装着してですね、実際にゲームを遊んでいく、まあ、FPS ゲームとか、まあ、その他もろもろゲームとかでね、マウス操作の時に役立つ、そんなアイテムになっております。まあ、非常に滑りやすく、なおかつね、結構しっかりめに縫われていて、完成度も高くてですね、耐久性も割と高めの
アームカバーとなっております。まあちょっとねお値段はアームカバーにしては高くて4400円とお値段張ってしまうんですけども、こういう小指掛けみたいのがついてて、まあちょっと下の方に引っ張られたとしてもずれにくいような作りになってたりします。まあ本当マウス操作の際にめちゃめちゃ最適なアームカバーになってるんじゃないかなと思います。でこのダンロップのアームカバーね、着圧によって筋肉をサポートできるっていう風に言われてまして、ちょっとこうピチッとめな作りになってます。メーカーからね提示されてるこう適正サイズみたいな表があるんですけど、一応貼っておきますね。それ通りに購入すると結構ピチピチめになります。でちょっと圧迫されているような感じもありますね。で一応この筋肉を圧迫するとどうなるかっていうと、こう無駄な力が入りにくいみたいなことが言われてまして、まあ、筋肉をある程度押すことによってなんかこう力の伝達をスムーズにしてるみたいな記事はですねどっかで見かけました。なのでちょっとエイム中に力みやすいって人はピチッとめにアームカバーをつける購入するのもいいのかなとは思います。まあ本当正直本音を言うとですね3000円台に下げてくれんかなっていう気持ちはあるっちゃあるんですが、まあ、非常にこうアームカバーとしての完成度高く、まあ、使いやすいのでね、まあ、第2位に持ってこさせていただきました。ぜひねこのレビューに関しては動画をすでに上げているので気になる方はこちらの動画をご覧ください。ということでお次、ということで第1位こちら Google Pixel 7になります。自分ですね iPhone 4S めちゃめちゃ10年前の機種なんですけど、その頃からですね初めてタッチ式のフォンに乗り換えまして、そこから約10年以上はですね iPhone シリーズをずっと使い続けてきたわけなんですけど、今年になってですね Pixel 7に乗り換えました。結果めちゃめちゃ満足してます。値段がね今回8万2000円とかなんで、 iPhone 今年15万とかなんで半分ぐらいのお値段でですね超大満足できてます。買い替えた理由が主に 2,3 個ありまして、1つ目が正直今年のスペックの上がり幅と値段の上がり幅が明らかに見合ってないと。円安の影響でめっちゃ価格上がったのにスペックは正直これぐらいしか上がってないんですよね。ってなってきた時に正直今年の iPhone 買うのは自分の中でもったいないと感じてしまったのが一つ。二つ目が今年の iPhone とかを買ってしまうと自分に対してすごいオーバースペックになってしまうなって感じたので買い替えました。まず iPhone14 に関しては13と性能がほぼほぼ変わってないんで、ちょっと自分の中で買うのはないなと。じゃあ14 Pro を買うかってなるとちょっと望遠レンズも使わないし重たいゲームをやるわけでもないので 120Hz のディスプレイもいらなければそこまで高性能なチップいらないな。じゃあこれに 15、6 万出すのは使わない性能だらけなのにもったいないぞって自分の中でなったんですよね。なので今回 Pixel 7に変えたって感じになります。あと3つ目に関しては正直 Apple にめちゃめちゃ最近もう不満が溜まってて、 Apple ってか iPhone のねスマホってチップとかカメラの性能は上がってるんだけど、外部的なライトニング端子だったり、あとは Bluetooth のコーデック AAC っていうものをずっと使い続けてたりとか、時代遅れのもの、結構古いものをずっとね変わらず使い続けてたんですよね。もちろんそれでも性能十分なんですけど、その古いものを使い続けるっていうのは正直スマートじゃないなというか、ちょっとダサいな的な感じで思ってしまったんですよね。で変えてね結果良かった部分に関してはまずバッテリー持ちが非常にいいですね。もう今の Android のものって基本的にカクつきなんてことはもうほぼほぼ起きないんですよ。まあこの 7,8 万とかのスマホであれば、なので日常使いでも余裕で使いこなせますし、ホーム画面もカスタマイズしやすい。これもねちょっと iPhone の時に不満だったんですけど、iPhone のアプリってここから左端から全部並べられるじゃないですか。あれなんなんていう、誰が得する機能なんていう。大体スマホいじる人ってこうかこうじゃないですか。なんでここから誰が届くんここっていうぐらいの位置にですねずっと配置するあの企業はうざいなって正直思ってたので、 Android は基本的に下の方に下ろせるのでこの辺もめちゃめちゃ使い勝手いいですね。あとはやっぱ Type-C に変えたってとこも結構大きかったです。自分の中でねType-C に変えただけじゃ正直環境なんて変わらんやろって思ってたんですけど、やっぱコード1本なくなると全体的に収納のとこもすっきりするし、コンセント周りもすっきりするし、意外とType-C 1本にすることによってこんな便利になるんだってとこはありますね。逆にちょっと不便だなって感じたのは、まずちょっと動画とかを編集した時に保存するのが少し遅めですね。ゲームのロード画面だったり動画を編集して保存するとかのそのチップ的な性能は少し弱いなっていうのは感じました。言うても少しなんで
遅っていうわけではなくて、あ、iPhone の方がほんの少し早いな、1秒2秒早いなって感じる程度だったので、まあ、そんなにこう過度な違いっていうのはないかなと思います。あとは若干やっぱ iPhone と違ってサイズがでかくなるんですよね。これ無地のピクセル7だけど、iPhone14 Pro とほぼ同じぐらいのサイズよりちょっとでかいのかな。手がね、小さい人だとちょっと届きにくいかなっていうのはあるかもです。あとは UI 関連に関してはちょっと iPhone の方が見やすいかなっていうのはありました。以上、その3点とか4点ぐらい以外はですね、基本的にもう大満足っていう形で、もうほぼほぼ今のね、Android の性能がもう iPhone と変わらないんだなっていうのを改めて実感しました。正直 AirDrop に関しても最近 Nearby Share っていう同じような機能が搭載されたし、ケースの種類に関してはさすがにちょっとね少なくはあるんですが、ケースオフィニティみたいなメーカーがあるんですけど、そこにね結構この Pixel 7用のデザイン性のあるスマホカバーケースとかも売ってました。なんか中にはこういったね、自分はケースって呼んでるんですけど、すごいチッチがいっぱい書かれてるの、一瞬買おうかなって迷ったよね。まあそういったねスマホのケースに関してもある程度種類がもう増えてきてるので、基本的にはほとんどの人が不便なく不自由なく使えるのかなとは思いました。ぜひね、ちょっと iPhone そろそろ高いから乗り換えようかなって思ってる方は Pixel 7超おすすめです。ということで今日も動画見ていただきありがとうございました。この動画が参考になったら次回の動画も見てみたいなと思った方はチャンネル登録、グッドボタン、Twitter のフォローよろしくお願いいたします。ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。